年神、大年神は、日本神話、神道の神である。日本神話では、古事記において、スサノオの命と神を一尾目の間に生まれた、大年神としている。両神の愛の子には他に、羽化の三玉神がおり、これも、穀物神である。また、大年神と紅葉尾目の愛の子に、お年神、孫に若年神がおり、同様の神格の神とされる。スサノオの系図。 青はオ神赤は女神を落とし神は他に多くの神の父とされる。危機には警府以外の自責の記述がないが、ここ周囲には大地主神の他の苗が落とし神のたたりで枯れそうになったので、大地主神が白馬、白井などを備えて落とし神を祀ると苗は再び茂ったという説話がある。毎年正月に各家にやってくる来訪神である。 地方によってはお年徳さん、正月様、恵方神、大年神、年度の、年丼、年屋さん、若年さんなどとも呼ばれる。現在でも残る正月の飾り物は、もともと年神を迎えるためのものである。門松は、年神が来訪するためのよりしろであり、鏡餅は年神への備え物であった。各、家で年神棚、恵方棚などと呼ばれる棚を作り、そこに、 都市神への備え物を備えた。都市丼は、鹿児島県薩摩仙台市の下古式島に伝わる、都市神である。また、音苗家では、釈迦ら竜王の娘、女神、花し女うのことを都市神と言い,い、元旦に来訪する神霊という。後に、これに、先祖霊が加えられ、集合した。年は、稲の実りのことで、穀物神である。元織の織長は、都市とは、国のことなり、 そのは、神の御礼もって、他になして、天皇に、宿りきささぐ賜物の冬へに運り、頼り、キスと運心にて、国を都市とは言うなりと述べ、穀物、農耕神であるとした。信仰の根底にあるのは、穀物の死と再生である。古代日本で農耕が発達するにつれて、年の初めにその年の豊作が記念されるようになり、それが年神を祀る行事となって、 正月の中心行事となっていった。また一方で、年神は家を守ってくれる祖先の霊ソレイとして祀られている地方もある。農作を守護する神と家を守護するソレイが、同一視されたため、また、他の神もソレイも山から降りてくるとされていたためである。柳田国は、一年を守護する神、農作を守護する他の神、 家を守護するソレへの三つを一つの神として信仰した素朴な民間神が都市神であるとしている。中世頃から都市部で都市神は年徳人と呼ばれるようになった。徳は徳に通じ縁起が良いとされたためである。法医学にも取り入れられ、都市徳神のいる方角は絵法といって縁起の良い方角とされた。暦には女神の姿をした。 年徳神が描かれているが、神話に出てくる大都市神は小神であり、沖縄の姿をしているともされる。もともと民間信仰の神であり、その姿は様々に考えられていたということである。正月の支度をしていると沖縄と出会い、待ち合わせをしていたわらべと交代で帰っていくのを、見届けるために数日が過ぎ、すっかり年が明けてしまったと思っていたら、時間は経過しておらず、わらべが、 今年の年神であることに気づくという伝承がある。当然国に多数。また、特に西日本では、他のあぜの祠などに、大都市神社、大都市様として多く祀られている。大和神社ウデンでも、中殿に、日本大国魂大臣、左殿に、八千穂の大臣、ウデンに五年大臣を祀る。ただし、 日本大国魂大臣以外の祭神については文献によって諸説あり、神社洋録では左殿を、スヌマヒガア釈迦説、元洋機では左殿を三輪大名神、ウデンを、アマテラス大臣。元洋機一説ではウデンを今ぐら魂神としている。ありがとうございます。